アメリカ空軍 F-35A 戦闘機が東シナ海で中国空軍 J-20 ステルス戦闘機と遭遇したという情報が入ってきました。今回はこの F-35A と J-20、2つの戦闘機の遭遇について見ていきたいと思います。一触即発だったんじゃないかと想像すると恐ろしいですね。ちょっと意外に感じたのがアメリカパイロットです。そして中国の J-20 戦闘機は意外と性能がいいようですよ。中国空軍の最新鋭戦闘機歼20以下 J-20 は、いわゆる第5世代ステルス戦闘機に分類される機体です。中国では、タケシ竜、マイティドラゴンという愛称で呼ばれ、2017年3月に運用がスタートしています。どうでもいいことですが、中国の人は竜が好きですね。想像上の生物ですが、随所動物であり、華麗な雰囲気も持っていて、何より強いということがお気に入りポイントなのでしょうか。さて、これまでも第5世代ステルス戦闘機に分類されているのは、2005年12月に運用がスタートした F-22 ラプター、2015年7月に実用化された F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2戦闘機ですが、歼20はこれらに次ぐ世界3番目のステルス戦闘機ということになります。世界の第5世代戦闘機と区分されているのは、2022年6月現在、上記の3機種、F-35 の派生型で、通常離着陸型の A 型と、艦載型の C 型も含むの他には、2020年12月に運用が始まった、ロシアの SU-57 戦闘機だけということです。実は、2022年3月、アメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所の会見の中で、F-35 と J-20 が遭遇した件について、下記のように話していたそうです。東シナ海において、F-35 が飛行中に、中国空軍 J-20 と遭遇し、交戦寸前の状況まで接近。アメリカ軍パイロットによれば、J-20 の性能と中国軍パイロットの練り度は、想像していた以上に高いものであったと述べていた。また、この海域付近には、中国空軍の早期警戒管制機 KJ-500、空強500も追随しており、それらが統制の取れた行動を見せていたことに驚愕した中国空軍の実力を侮ることなく、正しく評価した上で対抗策を講じるべきであると指摘したという報告に対し、ウィルスバック司令官は J-20 の運用に関しては J-35 と同様対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール戦闘機とするのか、あるいは F-22 のような静空戦闘機となるのかという判断は時期尚早であると語ったのです。この J-20 は中国航空工業集団公司の一つである四川省成都引き工業公司で開発されたことから、チェングズ、成都 J-20 とも呼ばれています。中国の軍事マニアの間では、死体、中国語で、リボンを意味するという別名まであるそうですよ。この名前の由来は、第5世代機の中国での呼び方4代、S、T、愛と死体、S、T、愛の発音が似ていること、J-20 を含む J 型シリーズの戦闘機の機体は、薄く平らなリボンのように見えるものが多いという、二つの理由からと言われています。J-20 の開発は、1990年代に、コードネーム JXX として開始されました。その後2010年末、成都引き工業公司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験を行ったのですが、非公式の軍人関連ウェブサイトに機体のイメージ像がアップされたことによって、その存在が
広く知れ渡ることになりました。その翌年2011年1月、初フライトは成功でしたが、この機に電波吸収素材塗装がされていたことで、ステルス性の高い機体であると認識されました。レーダー反射段面積、RCS は 0.025 平方メートルと推測されましたが、この数値は、アメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度です。F-35 の RCS は 0.0015 から 0.005 平方メートル、F-22 も 0.0002 から0.0005 平方メートルですから、ステルス性能では若干劣ると考えられます。5年後の2016年11月1日、広東省多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で J20 が初公開され、2機によるデモンストレーション飛行も実施されました。中国空軍の次期主力戦闘機として開発を進めていることが国内外に宣伝されたのです。2018年9月には J20 が量産体制モードに入り、年間40機のペースで製造されると報じられました。翌2019年から東部戦区に配備が始まりましたが、第5世代ステルス戦闘機としては世界初の複座型で、航跡乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際、管制を行う仕組みになっているそうです。ここで、現時点で推定されている J20 のデータを紹介しましょう。全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空挙重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度 20,000 メートル、最高速度 2,500km、最大航続距離 5,900km とされています。総発エンジンは、初期型には、ロシア製の SU-27 フランカーに採用されている、サトゥールン AL-31FM に、最大推力 145kN を搭載していましたが、2021年9月に行われた航空ショーで、国際エンジンの WS-10C、最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させたことで、このタイプの J20 が、量産体制に入ったことを世界中にアピールしたとみられます。中国は J20 用エンジンとして WS-15 最大推力 180kN の開発を進めていましたが、難航したため、すでに開発済みの WS-10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載、2023年に完成予定のWS-15 実用化までのつなぎにしたのです。しかし、この WS-10C には水力変更ノズルが搭載されていません。空中機動性は F-22 より劣るので、中国では2022年から WS-10C に水力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められる模様と、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙が報じています。また、J20 のセンサーには、最新のアクティブ電子操作アレイレーダーが搭載されているのですが、このレーダーには、2000から2200個の送受信モジュールが備えられていて、出力電力は 24kW にも達すると推測されます。まとめますと、この数値は、F-22 のアクティブ電子操作アレイレーダー AN、APG-77 の送受信モジュール数と出力電力の方が少ないので、J20 の方が探知距離は長いのではないかと見られているようです。それだけでなく、J20 には F-35 に搭載されている AN、AAQ-37 エオダスに似た分散開口システム、DAS が採用されていて、機体各部に複数のセンサーを備えていますし、機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム
EOTS がついていて、F-35 の EOTS-86 が、空対空、空対地的外線捜索、追尾機能を結合しているのに対し、J-20 の EOTS は、空対空目標の補足、照準に比重を置いていると、推察されているのです。ここで気になるのがコストでしょうね。J-20 の1機あたり費用は、1億から1億2000万ドル、約132から160億円、と言われていますが、2000年代初頭では、4億5000から5億元、約88から98億円、とされていました。推定されている研究開発費は、約300億元、約6000億円、以上になると考えられます。その一方、F-35 のコストですが、一番最近導入を決定したフィンランドでは、1機あたり約7300万ユーロ、93億円、という購入コストです。J-20 は、約 1.5 倍も高額ですが、量産体制に入ったので、現在では、多少値下がりしたと思われます。となると、日本が購入する F-35 価格は、1機あたり約130億円ですから、J-20 並みの価格ということですね。ひょっとしたら、アメリカの言いなりになって、カモにされているのではないか?と批判する声を上げる人も多いようです。しかし、この価格は、日本での F-35 製造に、国内企業を絡めたことが理由ですから、見当違いという批判もあるようです。とはいえ、政府がアメリカの要求をイイダクダクとして受け入れているように、国民の目に映るのも確かな事実です。政府の丁寧な説明が必要なのは言うまでもありませんね。そして、J-20 の研究開発費が約300億元。約6000億円以上という予測に関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている空自の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることにも、批判の声が上がっているそうです。コロナ禍で職を失って、日々の生活に困窮している国民も多いのに、国防費より、国民の命を優先してくれ、という思いも無視しないでほしいものですが。J-35 に関する多額の経費に関しては、多くの戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているわけですから、戦闘機開発に経験の乏しい日本とすれば、当然の経費という意見もあります。いずれにしても、国内企業の成長を助けるという意味でも、高額な装備品である戦闘機の国産開発、製造が重要ということを忘れてはならないと思います。